今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、坂泉騒動の真相でございます。2007年に40歳という若さで亡くなったザードのメインボーカルよね。確か入院中に不可解な亡くなり方をしたんじゃなかったか？坂井さんはザードのメインボーカルとして負けないで、揺れる思いなど、多くの人気曲を生み出しました。ですが病気療養中に転落して亡くなっています。原因は何だったのか、彼女の経歴とその真相を検証してみましょう。ゆっくりしていってね。坂井泉さんはアーティストとしてデビューする前、その美貌を生かし、モデルやレースクイーンとして約2年程度活動していたことがあります。レースクイーン時代は、タレントの岡本夏樹さんと同期だったのよね。もともと歌手志望だったということもあり、1991年にザードとして歌手デビューすることになりました。ザードってメディアにはほとんど出演していなかったのに、数多くのファンから支持されていたよな。数々のヒット曲を世に送り出し、その歌声に魅了された人、前向きな歌詞に励まされた人もたくさんいたことでしょう。ですが2007年5月26日に入院していた病院の階段から転落し、脳挫傷のため亡くなってしまいます。残念とか悲しい、みたいな簡単な言葉では言い表せないほど、ショックなニュースだったわ。当時の所属事務所の説明では、日課だった散歩を終えて4階の病室に戻ろうと外階段の踊り場を通ったが、雨で濡れていたために足を滑らせ転落した。としていました。警察では死と事故と両方の可能性を調べたそうです。ただ目撃者などはなく、誤って転落した可能性が高いとされていました。せめて目撃した人がいれば、理由がはっきりわかったかもしれないのにね。スロープの手すり部分には坂井さんの手の跡が残っていました。散歩で疲れて手すりに腰をかけていたところ、バランスを崩して、後頭部から転落してしまったのではないかと言われていたのです。雨が降っていたなら当然スロープも濡れていたはずだから、滑って落ちたと考えるのが普通だろうな。そして乗り越えたスロープは1階で、地面までの高さは3メートルほどしかありませんでした。死するのにそのような低い場所を選ぶというのは考えにくいと判断されたのです。確かに自ら飛び降りるなら、確実に目的を達成できそうな場所を探すわね。やっぱり坂井さんが誤って転落したのかも。また坂井さんの病室は普段と変わりなく、そういった兆候も見られませんでした。関係者の話では、遺書もなかったし病室が整理された様子も全くない。むしろ病室では詩を書き留めたり、秋頃をめどにツアーやアルバム制作を予定していた。などと、復帰にとても意欲的だったと話しています。真っ向から自説を否定しているんだな。さらにファンクラブの最新の解放にも、体調は思わしくないが、頑張っていると前向きなメッセージを寄せていて、とても自分から命を投げ出すような素振りはなかったとしていました。本当に何の前触れもなく亡くなっているのね。坂井さんのレコーディングエンジニアを務めた島田勝弘さんは、自したのではないかという噂がありますが、数ヶ月前に次のレコーディングに向けて準備をしているという連絡をいただいている。とても前向きな様子だったので、自ら命を絶ったとはありえない。と話しています。アートディレクターの鈴木健一さんも、亡くなる数週間前にお見舞いに訪れていて、坂井さんから早く治して復帰したいと聞いていたため、島田さんと同意見でした。むしろ復帰に意欲的だったことが伺えるわ。またザードの生みの親であり、音楽プロデューサーの長戸大光さんは、僕は転落したという現場を見ています。それほど高さもないですし地面も芝生でした。不運だったのは、わずか30センチ四方の金属製の硬い排水口の蓋で頭を打ってしまったということ。数日前にレコーディングを楽しみにしていたので、やはり転落事故だったとしか思えません。とコメントしています。このように坂井さんのファンの間でも、彼女の死はとても信じられないという人は多かったのです。遺書も見つかっていなくて身辺整理もされていない。そして服をちゃんと着替えていた。これでは確かに死は考えにくいわ。死を考えていたにしては準備が全くされておらず、高さ3メートルから転落して後頭部を打っていたことから、手すりに腰をかけていたところ誤って後頭部から落ち、打ちどころが悪かった不慮の事故というところでしょうか。じゃあ、なんでそんな落ちる危険があるような手すりに、わざわざ腰掛けようとしたんだろうか。病院で服用していた薬の影響で意識が朦朧としていたため、何も考えず危ない手すりに腰をかけてしまった。そして意識を失い落下したのではという意見もあります。ふらふらして思わず捕まってしまったってことね。また、関係者によると当時は精神的にも不安定だったため、
病気の薬だけでなく安定剤や睡眠薬など複数の薬を処方してもらっていたそうです。風邪薬と鼻炎の薬を一緒に飲んだらものすごく眠くなったことがあるぜ。酒井さんも複数の薬を飲んで効きすぎたってこともありえるな。それで誤って落ちてしまったという可能性も否定できないんだぜ。精神を安定させる薬の中には眠くなる成分もあるそうなので、事故当時は意識が朦朧とした状態であったのは間違いなさそうですね。その打ちどころが悪くて、結果的に致命傷になってしまったということなのかしら。たまたま転落した場所に、わずか30センチ四方の金属製の蓋があったということですからね。不運な偶然が重なってしまったみたいなんだぜ。ここまでの話を簡単にまとめると、酒井さんが亡くなった理由は不慮の事故だったことが濃厚とされていますが、やはり自ら命を絶ったという説もありますので、今度はその理由に触れてみましょう。あんなに大人気だった彼女が、何をそんなに悩んでいたのか気になるんだぜ。その一つ目の理由として、酒井さんの病名が癌であったことが挙げられます。この癌の闘病苦が彼女を死に追い込んだのではないかとされていました。酒井さんは前の年に子宮頸癌が発覚していたのよね。はい。一旦手術は成功したものの、肺への転移が見つかって再入院していました。病状を悲観した上での死かとの情報も飛び交っていたのは事実です。酒井さんは2000年あたりから、体の不調が多かったって聞いたことがあるんだぜ。子宮筋腫から始まり卵巣の腫瘍、子宮内膜症などで闘病しました。そして2006年4月に子宮頸がん発見し、手術をして同年7月に一度退院しています。ですが翌年肺に転移しているのが発覚し、以降は抗がん剤治療中でした。そんなに次々と病気を抱えていたの？大変だわ。実は酒井さんの癌が公表されたのは、亡くなった時でした。だから世間ではなおさら、病気を苦にしていたのではないかと思われたのです。度重なる病気と癌の転移、精神的に参ってしまってもおかしくないわ。抗がん剤による副作用が辛いのは有名だからな。ずっと病気に苦しんできたことが理由で死に至ったとしても十分納得がいくんだぜ。体重は 30kg 近くまで落ちてしまったとも伝えられており、日々弱っていく自分に悲観的になることは無理もないと思いますし、周囲からは復帰に意欲的のように見えても、当事者でなければ本当のことはわからないのかもしれません。そう考えるとやっぱり死の可能性もなくはないのね。病気で塞ぎ込んで心の病にかかったことから死という道を選んでしまったのかもしれないな。他にも事故現場の状況から、事故にしては不自然な点もあるようです。その一つに散歩のルートがいつもと違うということがありました。なぜあの日に限っていつもと違う道を選んだんだ？いつもと違う散歩コースで気分転換を図ることは理解できますが、この日も前日からの雨が続いていました。酒井さんが散歩していたとされる時間は早朝4時。5月の4時は真っ暗で、もし天気が良かったとしても景色を楽しめるとは考えにくいでしょう。雨が降っていたなら傘も差していたはずよね。なおさら景色を楽しむどころじゃないわ。当時、一部の新聞で手すりを乗り越えた痕跡が見つかったという記事もありました。身長165センチの酒井さんが 1.2 メートルの高さを乗り越えたとすれば、わざと落ちたかもしれないってことも考えられるってわけか。そもそも事故現場になったスロープは非常通路で、普段人がいることはなかったそうです。だからそこにいたこと自体おかしいという声もありました。病院側は、患者があれほどの早朝に非常通路に出入りすることはない、しかも雨が降っているのに散歩することも不自然だ、自らの意思で乗り越えたとしか思えない、状況から考えて死ではないかなどと話しており、死と判断しているようでした。病棟から非常用スロープへの扉はいつも施錠されていて、患者がそこを出入りすることはないそうです。大体、こんな朝早くにわざわざ非常階段を開けるっていうのも不自然なんだよな。いろいろと疑問が生じてしまうわね。メディアでは足を滑らせたという事務所側の説明が不自然という意見もありました。死の可能性は低いとするものの、手すりに腰をかけて足を滑らせたとしても、誤って落ちるというのは理解しがたいとし、いろいろと検証なども行っています。非常用スロープに行ったのは、自らの意思だったのか、それともただの思いつきだったのか、それとも意識障害があり迷ってしまったのか、謎は深まるばかりなんだぜ。酒井さんが亡くなったことに気になるところは多くがありますが、闘病中にある心身の状態など本人しか理解できない部分も多く、目撃者もおらず状況証拠も不確かなことから、真実はわかっていないのです。でも、もし原因がその中にあったとしても、彼女が素晴らしい曲を残した事実は変わることはないわ。実は酒井さん、プロデューサーの長戸さんと、
恋愛関係だったのではという噂もあったのはご存知でしたか？え、そうなの？まさかここに来て熱愛の話が出てくるとは思わなかったわ。週刊誌の記事によると、坂井さんはよくリッツ・カールトンに宿泊し、百貨店でブランド品などのショッピングをしてから一緒に出勤するのが常だったようです。長戸さんの機嫌が悪い時などはガムを差し出し機嫌を取るなど、仲睦まじい様子だったと書かれていました。リッツ・カールトン、誰もが一度は泊まってみたいと思いつつ星ホテルじゃないか。一流芸能人とプロデューサーが泊まるところは、やっぱり格が違うんだぜ。またミュージックステーションでテレビ初出演を終えた時も、彼女は真っ先に彼のところに駆け寄ってどうだった？と聞いており、その様子は恋人同士そのものだったと言われています。歌手とプロデューサーって、やっぱり一緒にいる時間が長いから、おのずと恋心が芽生えやすい環境にあるのかしらね。ですが2002年頃を境に状況が変わっていきます。坂井さんからの電話が会社にかかってきて、長戸さんが不在だとヒステリックに叫ばれるということが何度も起こるようになりました。もしかしたら彼の携帯が繋がらなくなって、会社にかけてきていたのかも。そして坂井さんは、この頃から精神科に通っているとも言われていました。急激に痩せ始めた彼女を不審に思った精神科医が人間ドックを勧めた結果、子宮筋腫、そして子宮頸がんが発見されたのです。長戸さんとうまくいかなくなったから情緒不安定になって、結果的に病気を引き出してしまったってことも考えられそうだ。様々な憶測が飛び交う中、長戸さんは坂井さんとの最後の会話の様子を、投薬のせいで、頭がぼーっとすると話していますが、彼女もレコーディングを楽しみにしている様子でした。そんないつも通りの会話が最後になってしまった。と話していました。もちろんそこは社長としての立場だったのですが、真実はどうだったのでしょう。何はともあれ、こんなにもレコーディングを楽しみにしていたのだから、やっぱり事ではなく事故だったのかしらね。坂井さんが亡くなってから15年以上が経ちますが、現在も命日となる5月27日には献花台が東京と大阪に設置されています。ただ、ここ2年ほどはまだ収束していない感染症の影響でウェブでの献花になっているようです。毎年数千人の人が彼女を偲んで献花に訪れているのよね。坂井さんのお墓は神奈川県横浜市にある霊園横浜緑の里にあります。お墓には永遠という文字が刻まれ、石の横に坂井さんの写真がプリントされており、本名の鎌地幸子という文字が刻まれています。ファンにとっては聖地になっているんですって、今もたくさんのファンの心の中で生きているのだろうし、ザードの曲を初めて聴くような若い世代にもファンが拡大していっているんだろう。そういえば坂井さんは生きているという都市伝説があるそうですよ。ちょっと信じがたいわ。何の根拠があるのかしら？ネットでは自由を得るために解放されたと言われていました。有名になると、街を歩いたり買い物したりするのもままならなくなりますが、この世から旅立ったということにすれば、それが可能になるというものです。これも全て最終的な自由を得るための布石だった可能性も挙げられています。それも一理あるといえばあるかもしれないな。でも病気で入院していたことは事実なのよ。ちょっと理解に苦しむわ。坂井さん生存説はその名前にあるようです。ザードの Z と A は終わりと始まり、R はレール、つまり始まりから終わりまで、すべて敷かれたレールに沿って活動することを表し、そして最後の D はデッド、つまり解放で終わるということになるのです。なるほどね。これは信じてみたくなるような都市伝説だわ。坂井泉さんの最後はいろいろな説がありましたが、本人にしかわからない部分も多く未だに真相が解明されていません。あれからすでに15年以上が経過しています。これからも坂井さんの素晴らしい歌は風化されることなく人々の記憶の中で生き続けるでしょう。今日も閉店させていただきます。ミルでした。